今回の動画ではタイガースの最新情報として、岡田監督が絶賛したノイジー選手の活躍について、そしてまさかの4三振となった佐藤輝明選手についてというトピックを中心に、4月24日の DeNA 戦について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速見ていきましょう。4月23日の試合は序盤から制球に苦しんでいたジャクソン選手を打ちあぐね、1対1の引き分けで終わっていた岡田タイガース。岡田監督は、負けへんのが一番ええわ、と語ったものの、ジャクソン選手と村上選手の出来を考えると、勝っておきたい試合でした。そして迎えた24日の2戦目。今回のカードは2連戦ということもあり、何としても勝ちたい試合だったと思います。タイガースが伊藤選手、DeNA が浜口選手の先発で始まったこの試合は、タイガースが浜口選手を攻め立てながらも得点を奪えない苦しい展開に。初回から毎回先頭打者を出しながらも得点を奪えず、ノーヒットで抑えていた伊藤選手を援護できません。雨が降っていて、いつコールドゲームになってもおかしくないことから、岡田監督は序盤からバントで得点圏に進める戦略を取りましたが、チャンスで1本が出ず、両チーム無得点のまま、試合は中盤に。そして試合は5回表に動きます。先頭の伊藤選手がヒットで出塁すると、2つのフォアボールもあってワンアウト満塁に。4番の大山選手はファウルフライに倒れましたが、ノイジー選手が際どいボールを選んで押し出しとなり、待望の先制点がタイガースに入りました。4月21日に投稿した先発予想の動画で浜口選手について、悪い時の浜口選手はフォアボールでランナーを貯めて崩れていく傾向があると紹介しましたが、悪い時の典型のような内容でした。タイガースがなんとか先制したものの、7回にここまでノーヒットで抑えていた伊藤選手が捕まってしまいます。先頭の佐野選手にこの試合初めてのヒットを許すと、ワンアウト二塁三塁の場面で山本選手にセンター前へ運ばれ、逆転を許す展開に。前日の試合でもそうでしたが、山本選手に良い場面で打たれてしまっており、今後も要警戒ですね。さらには森下選手のミスもあり、DeNA が2点のリードを奪いました。なんとか逆転したいタイガースでしたが、直後の8回表は森原選手に3者連続三振と完璧に抑えられ、この時点で負けを覚悟したタイガースファンも多かったのではないでしょうか。しかし、9回表に糸原選手からの3連打でノーアウト満塁のチャンスを作ると、押し出しと大山選手のタイムリーで同点に追いつき、ノイジー選手の押し出しフォアボールでタイガースが逆転に成功。さらに、瀧波選手のタイムリーも飛び出して2点差に広げると、足場が悪い状況の中で9回をゲラ選手が締め、連勝を7に伸ばしました。試合後岡田監督は、変な試合やな。ほんまにもう、とコメント。続けて、序盤に2、3点取ってたらもっと楽な展開になってるんやで、オーン。序盤は全然やで、もう、はっきり言うて、と、毎回先頭打者を出しながらも得点を奪えなかった序盤の攻撃に苦言を呈しました。そんな岡田監督がこの試合の MVP として名前を挙げたのが、ノイジー選手。13試合ぶりに5番で起用したノイジー選手がマルチヒットを記録し、決勝点を含む2度の押し出しフォアボールを選んだことに、岡田監督は満足げなようでした。試合前時点では得点圏でのヒットがなく、チャンスで打てていなかったノイジー選手。チャンスで1本打ちたいという気持ちを抑えてボールを見極めたのは、素晴らしかったと思います。打率は2割4分で昨シーズンと同じですが、フォアボールは去年の倍以上のペースで選んでおり、出塁率も大幅に改善。その結果、OPS は去年6割2分3厘を大きく上回る、7割1厘を記録しています。相変わらず甘いストレートをファールにしてしまう点は気になりますが、去年よりも指標は良くなっているので、ここからさらに状態を上げていってほしいですね。タイプが全く違う前川選手とのポジション争いにも注目です。チームが劇的な逆転勝利を挙げた中、
4三振にダブルプレーと悔しい結果に終わったのが佐藤輝明選手です。最初の2打席はノーアウト1塁の場面でいずれも見逃し三振に倒れ、第3打席は2アウト満塁で空振り三振に。ピッチャーが森原選手に代わった第4打席は空振り三振で、第5打席は押せ押せムードとなっていた9回ノーアウト満塁でダブルプレーとなり、佐藤輝明選手にとっては散々な打席ばかりでした。前日も3三振を喫しており、2試合で10打数ノーヒット、7三振と苦しんでいる佐藤輝明選手について、評論家からは厳しい声が飛んでいます。タイガース OB の関本氏は、チームにとって大きな勝利だったが、一人カヤの外に置かれた佐藤輝明の不振が余計に目立つ形にもなった。前半でワンサイドゲームになってもおかしくない流れで、佐藤輝明がブレーキになった、と言及。バッティングの内容については、打席の中で一人で深追いしていた。切り替えができればいいのだが、空振りした球に対しての意識が強すぎる。この日の場合はチェンジアップ。意識するあまり、ボールになる球も振ってしまう、と分析し、ストレートには差し込まれ、変化球は追いかけてしまうという悪循環に陥っていると指摘しました。また大石大二郎氏は、佐藤輝明は追い込まれるまでに、際どいボールでもない、ボールからボールになるような球に手を出してカウントを不利にしている。もともとタイミングの取り方がうまくない方だが、さらに良くない方向に行っている、と指摘。ボールの見極め、そしてタイミングの取り方が良くないと分析しました。大石氏はかなり深刻な状態だと見ているようで、今のままだとしんどい。週末のヤクルト戦で、どのように佐藤輝明を起用するかに注目したい、と語っています。DeNA2 連戦が始まるまでは4試合連続ヒットを記録しており、21日の中日戦では決勝のスリーランホームランを放っていましたが、どこで歯車が狂ってしまったのでしょうか。コンタクトすらできない現状の状態が続けば、スタメン落ちも現実味を帯びてきます。現状は厳しいですが、それでもリーグ最多の14打点を挙げていて、タイガース打線に欠かせない選手であることは間違いありません。ちょっとしたきっかけで変わっていくと思うので、なんとか復調してほしいですね。いかがだったでしょうか。DeNA との2連戦はなんとか接戦をものにし、1勝1分けと勝ち越したタイガース。状態が決して良くなかったジャクソン選手と濱口選手を攻略できなかった打線の状態は気がかりですが、なんとか勝ちを拾えています。26日から始まるヤクルト3連戦では先週のように打線が爆発し、投手陣を楽にしてあげてほしいですね。今後の戦いから目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。